こんにちは、マスコです。リコです。関西に行きたいとか住みたいとか思ってもらえるような魅力を発信する関西イコイコチャンネル、今回はリコとマサトが担当していきたいと思っています。よろしくお願いします。今回は西宮を紹介していこうと思うんですけれども、はい、西宮っていいよね。ざっくりだけど、いいよね。なんか程よく都会で、程よく落ち着いてて、で街並みも綺麗だし、なんかカフェとかも結構あって、たまにいろいろ2人でも来たりするし、私たちも好きでよく来るんですけど、今日はその西宮阪急さんに来させていただきました。西宮阪急さんは阪急西宮北口駅から直結やからね、よく行くよね。よく行く、降りちゃうよね、2人とも好きな場所やね。何でも揃ってるよね、本当に。皆さんにも関西のいいところをどんどんお伝えしていきたいなと思ってますので、チャンネル登録、高評価お願いいたします。お願いします。ということで、西宮阪急にイコイコ。西宮阪急さんの青果コーナーに今来ております。ちょっと見ていこうかな、ね、と思います。西宮阪急の中にこんなスーパーがあるよね。スーパーとか青果売り場初めて来たかもね。なんか全部いいものに見えてくる。いいものに見えるね。阪急さんが売ってるんだって、ね、トマトトマトトマトいい、ね、トマトトマト、これですね。いらっしゃいませ。こんにちは。これが噂のトレイントマトですね。そうです。ってどういうトマトになるんですか？甘みと酸味と旨味が凝縮されているトマトになるんですけれども、小さいお子様からもう幅広く好みで食べていただいてます。美味しそう。普通のトマトとはちょっと違う。そうですね、だいたいトマトっていうのが糖度が 4-6% になるんですけども、これは一粒ずつ糖度測定器で測って、糖度の高い分を詰めて出荷されてるんです。だからじゃあ糖度も全然違うんですね。そうです、はい。これは普通のトマトよりすっごい甘いみたいなので、一つ買って食べてみようと思います。楽しみやね。楽しみ、買ってみました。買ってきました。ちょっとここではね食べれないので、別の場所に移動して早速食べていきたいと思います。じゃあ早速食べていこうと思います。はい、最初ノーマルの方かな、ノーマルの方から食べていきます。じゃあ早速いただきます。いただきます。楽しみ。甘い。美味しいね。めっちゃ甘い、いつも食べてるやつより甘くて、ほんとフルーツみたい。酸味が少ないね。めちゃめちゃ甘い。美味しいね、みずみずしいし、これより甘いのがあるって不思議だ ね。プレミアムが楽しみ。糖度10度のプレミアムを食べます。さっきのよりも甘いよね。プレミアム、プレミアムの方いただきます。見た目はそんな変わらんね。あ、甘いわ。全然違う。全然違う。こっちの方がしっかり甘い。めっちゃ甘い。デザートにしてもいいぐらい。一粒一粒の光センサーで糖度を調べてるから、全部甘いね。ね、基準に満たへんものはまた使わないのでね、ちゃんと選ばれしトマトたち。それがすごい。ちなみにこのトレイントマトを使ったコールドプレスジュースもオンラインで買えるみたいなんで、よかったらぜひぜひ買ってみてください。私らもめちゃめちゃ気になってますね。待って、このままでもこんなに甘いのに、トマトジュースになったらどうなんやろ、ね、めっちゃ美味しそう。全然違う、昨日家で食べたのと全然違う。違うね。皆さんもぜひ買ってみてください。次は西宮阪急さんの1階催し場でやっているバレンタインのフェアにやってきました。ここはバレンタイン当日の2月14日まで開催しているみたいです。ちょっと
見てみます。早速見ていきましょう。まずはじめにここカカオティエゴカンさんのチョコレートを見ていきたいなと思います。え、カカオサンドめっちゃ美味しそうやね。すごいね、カカオサンドが有名なのかな。うん、めっちゃ美味しそう。このいろんな種類があって、ピスタチオとハイミルクとヘーゼルナッツが気になる。個人的に気になりますトリュフとかもあるんですね。うん、美味しそう。お酒入ってるんだな。パッケージも可愛い。可愛い。ちなみに何か人気商品とかってあるんですか？はい、カカオティエゴカンの看板商品となっておりますのが、こちらのカカオサンドとなっております。はい。濃厚なガナッシュにサクッとしたチョコレートサブレをサンドしてお作りしましたカカオサンドでございます。季節限定のジュレグリオットピスタチオとラムレーズンを2種類ご用意しております。めっちゃ美味しそう。美味しそう。気になるって言ってたやつが。ピスタチオ季節限定なんや。そうです、この季節限定の商品となっております。なんか普通のチョコレートじゃなくて、なんかしっかり食べ応えもあるね、一枚のカカオサンドやから、みんな好きやと思うな。めちゃくちゃ美味しそうなんで、ぜひ食べてみてください。期間限定のやつとかね、特に、本当に今のバレンタイン今だけなので、ぜひ皆さん食べてみてください。今からちょっと他のお店も回ってみたいと思います。次は丸目さんに来ました。丸もじゃなくてね、丸目なんよね。丸目さん、初めて見たね。初めて見た、ね、めっちゃ可愛い。すごいパッケージがポップで可愛い。ブリックチョコレート、レンガかな、レンガかな、多分パッケージ、うん、めっちゃおしゃれ。すいません、なんかおすすめとかってありますか？ベリーのラズベリーが一緒に入ってますので、ベリーもお好きな方にはぜひおすすめです。こちらは、はい、レンガの模様をしまして、お塩なんかもゴロゴロ。あ、お塩入ってるんや。リコちゃんめっちゃ好きなやつやん。ソルト大好きです。お塩味は2通りありまして、はい、こちらはダークチョコにお塩、はい、こちらはミルクチョコレートにお塩。ちょっとピターが苦手な方はこちらのお塩。おいしそう珍しいですね、なんか板チョコで塩と一緒に入ってるって初めて見たかもしれない。出来上がりにこう振りかけるそうなので。あ、そうなんですね。おいしそう。こちらコーヒー豆のクラッシュといいまして、はい、噛むとコーヒーのお豆の味がするので、私もすごいおすすめです。コーヒークラッシュオーガニックダークミルク、ね、へー。ココアの量だけじゃなくて、一つ一つ味もちょっとずつ違う特徴があるんですね。パッケージもすごい可愛いから、何か渡したくなるよね、誰かに、ね、バレンタインとかにバレンタインにすごい渡したくなる、これね、小さいものからあるし、いろんな人に渡しやすいと思います。ぜひ買ってみてください。次は、一時さんに来ました。はい、ちらっと見えたけど、すごいおしゃれな、ね、チョコレートね。さっきのところとかもね、パッケージかわいいとかあったけど、こっちはなんかもう少し洗練されたというか、また全然違うテイストで、雰囲気がまた違うね、うん、大人の方とかにも渡すこと多いと思うから、そういうのもすごいおすすめ。そうですね、なんか渡す人によってチョコレート選びもすごい楽しくなりそうな感じがします、ね、これどうおすすめとかってありますか？はい、今回この西宮阪急さんのコラボレーション商品で、老舗のお茶屋さん芳香堂さんと一緒に商品を作り上げた抹茶ミルクチョコレート。美味しそう。抹茶とあと歯ごたえのある煎茶、その2種類のお茶を練り込んでいて、味と食感に一体感があるおすすめの商品になってます。すごい大人なチョコレートって感じやね、そうやね。これは国によって何か違いがあるんですか？はい、こちらはカカオ豆とお砂糖、この2つの原材料だけで作っている板チョコレートになっていて、でカカオ豆も実はこの原産国ごとにいろんな特徴、味わいが、例えばコーヒーとかワインみたいなイメージで、産地や品種で味わいがすごくいろいろございまして。あ、そうなんですね。そうなんです。産地ごとの味わいで食べ比べがしていただけるというような板チョコレートになってます。おしゃれ。おしゃれやね全然そんな原産地なんて気にしたことなかったな、ね、
当店がカカオ豆の仕入れから行っているお店でして、カカオっていう、もう原材料からお店取り扱っているので、それを使った瓶詰めの製品であったりとか、あとは他にも一粒という商品で、チョコレートの中にカカオ豆が丸々一つ入っているという、カカオを本当に丸ごとお楽しみいただけるというような商品のご用意がございます。他にも焼き菓子としてチョコレートクッキーなんかもご用意があるんですが、上に少しカカオ豆をトッピングしていたりと、専門店ならではの商品かなと思います。すごい美味しそう。カカオ豆って食べたことないかも。丸ごと入ってるよね。どんな味がするんだろう。もうチョコレートになったものしか食べたことないし、ね、見たこともないよね、うん、ね、こういうパッケージとかもそうやし、あそこの水引きとかも、うん、バレンタインにすごいぴったりよね。ぴったりやね。なんか、うん、渡したくなるチョコレートばっかりで、うん、もらっても嬉しい。もらってもらいたい、ね、うん、もらいたい、もらいたい、ね、渡したいし、もらいたいし、うん、ぜひ皆さん来てみてください。はい、今回は3店舗しか回ってないんですけど、他にもいろんな店舗があるのでぜひ来てほしいです。来てほしいです。阪急、西宮阪急さんの1階催し場でやってるので、はい、多分ここに来たら何か渡したいものが見つかると思います。絶対見つかるよね、うん、いっぱい種類あるし、うん、バレンタインのチョコレートまだ見つけてない方はぜひバレンタインに向けて来てみてください。次はメゾンサントノエさんに来ました。ね、雑貨屋さんって感じで、ね、いろんなものが売ってありますね、うん、見ていきたいと思います。何が気になる？何が気になるやろう。なんか特にないけど、雑貨屋さんって楽しいよね。楽しいね。2人でもよく来るしね、うん、去年から一緒に住み始めたんで、なんかこういう、ね、食器系はすごい気になるよ ね、うん、この農作のやつとかも、あれ箸置きで使ってるよね。あ、これ使ってるやつ、うん、あの形違うけど、同じところのやつ。ちょっとファッション系、ファッションね、こっちの方なんかね、身につける感じなんでしょう。あ、亀ついてる。それ亀がついてます。観葉植物売ってるんや。観葉植物もすごい好きで集めてるのよね。集めてるというか、うん、なんか行くたんびに買って帰っちゃう感じで。もうインテリアとかはもうリコちゃんに全任せなんで、植物とかももう全任せで育てていったらどん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 長くなっていくんでそれを見ていくのも楽しいし、ね、めっちゃでかなったもんね。めっちゃ大き、どんどん大きなっていく。アロマとかもめっちゃかっこいいね。ディフューザーかっこいい。かっこよすぎるやろ。かっこいい。こんなリップをピュッて出したのピュッてってするかっこいいね。箱がすごいね。めっちゃかっこいい。男心くすぐるわ。ラグもあるよ。かわいいよね、この虎のやつ。たまに見る。雑貨屋さんかと思いきや食品までね、いろいろ。ここは製菓材料やから、本当チョコレートを作る材料。こんなね、美味しそうなホワイトチョコ食べたい。え、これは何？溶かすの？これは溶かして多分生チョコとかを作るんやと思うけど、そのまま食べたいね。食べたくなるね。美味しそう。すごい。アーモンドとかもすごい種類のアーモンドね。ここら辺もめっちゃおしゃれ。わ、何これ。ドライフルーツも食べたい。渋いね、こんなかっこいいな。かっこいいね、渋め。お茶とかコーヒーとか今寒いからよく飲むもんね。毎日飲むよね、うん、これもめっちゃいいね、これ。これ茶こし？うん、かわいい。ウォーターグラスかな。めっちゃかわいくない、うん、これ。あと小さい方もある。これはワイングラス。これめっちゃかっこいいやん。めちゃくちゃかわいい。かわいい、ね、ワインも飲めるし、このウォーターグラスってなんかいろんな形の中間やから何でも使えるよね、うんうん、これちょっと気に入ったんで買おうと思います。買っちゃいます。ちょっとどうしても諦めきれないのが。はい、何ですか。あれね、言っていいですか。なになに。これちょっとかっこよすぎるよな。リップバームか。さっきから見てるね。いやー、かっこよすぎるんよね。ヘアオイルもかっこいいよね。かっこいい。ヘアオイルの方が使うかな。
どうしても欲しくて、ちょっと初めて見たんですけど、ね、さっきからもときめいちゃってときめきまくってるもんね、うん、そう、木もそぞろでずっと初めて見たよね、なんかあんまり置いてるところ見たことないけど、うん、初めて見た、めちゃめちゃおしゃれ。いやこれかっこいいね、ヘアオイル、なんか髪のケアにもいいし、スタイリング剤としても使えるんで、ちょっと今単発なんで、うんうん、こういうのもざっと塗って、うん、これでバシッと決めたいと思います。買いました。買っちゃいました。ね、めっちゃいろんなもの売ってて、ね、うん、新しいブランドも発見できてすごいテンション上がって買っちゃったし、ね、ヘアオイルも買っちゃって、うん、ね、雑貨屋さんってそれがいいよね、うん、すごい楽しかったです、うん、皆さんもぜひ行ってみてください。今回西宮阪急をいろいろ回ってみたんですけど、よく来ることはあるけど全然知らないお店とかもまだまだたくさんあって、いろいろ知れてすごい楽しかったね。楽しかったです、ね、また近くに来た時はね、いろいろまた回ってみたいと思います、思います。皆さんも気になるところあればどんどん行ってみてください。行ってみてください。次の動画でも西宮阪急さんをまだまだ回っていきたいと思ってますので、皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。ということで西宮に行こう行こう行こう。